ずっとライズアップのビフォーはデーってデーってデーってこうやってずっと回ってるだけだったデーってデーってデーってアフターの音は絶対鳴らないただ回ってるおっさん回ってるおっさんおはようございますはい、七代家のお時間でございますごきげんよう、うん、おはよう、うん、おはようございますね、おはよう、七代家の七代ですスマコですひろしあむよいちですですが入ったんですかひろしそんな雑な紹介あるというわけでございまして今回この4人でやってくれます、ね、はいお願いしますまあね今回ですねちょっと画期的だというか、うん、これ確かに気になるなと思ったって、はい、だしこんだけの長い年数ひろしと一緒に、うん、YouTube やってるからこそこれできるんじゃないのって、うん、思ったことがありまして、うんヒロシが一番最初に登場したのって3年ぐらい前、うん、そう結構前だねそんな経つんだそうそんな経つのよ、うん、で今そっから3年経ってるわけじゃん、はい、我々も、まあ、特にアメヨチはね加入後からしてるからだけど、うん、ここ2人なんかもね、うん、年取りますよ年取ったね、うんうん、嘘3年でそんな変わるまあでもね、うん、老けはするじゃないですか人間だから、まあ、そうだよね内面からね見た目ちょっと変わるちょっと小じわ増えるとか言われるじゃないですかヒロシって変わってんのああそう引き散らかってるってこと結論そんな感じなのいやなんかさくまこはさずっとさヒロシ結構見ちゃってるじゃん、うん、定期的にもう撮影たびに、うん、その後さもうアハ画像みたいなアハ体験、ね、アハ体験だねゆっくりこう変わっていくとさ分かんないじゃん分かんないそうだよねそうだからちょっちゅう見てるとさ、うん、人の変化って分からなくて、うん、私も正直だってねここ2人も、ね、付き合い長いけど、うん、変わってるような感じあんましないのうん確かに、うん、会った時からそんな変わってないかなと思うけど、うん、でも写真とか見るとさ、うん、めっちゃ変わってるじゃん。ああ、そうだね、うん。なので今回はね、そう壮大なこれ確認というか検証作業なんですけど、はい、ヒロシの初登場の回の動画の、まあね、そのヒロシがはっきり見える、映ってるところと今のヒロシを見比べて、幽霊は死後、ね、幽霊になってから年を取ってるのか検証しようぜっていう回を。気になるそれは。これ気になるじゃんみたいな。そう、多分みんな気になってると思うんだよね。うん、そう、確かにそういえばそうだなと。これ多分コメントかなんかで言われると確かになっていう感じだったので、うん、ちょっと今回それをね確認していこうという感じでございまして、早速ですけども、はい、くっそ懐かしい。はい。ね、ヒロシ初登場回、うんうん、七代と熊子、特に七代変わりすぎて誰やねんってなってると思うんだけど。いやそうだよね。驚かないでいてもらいたいと思いますけど、ね。はい。というわけでございまして、まあ、動画を流すのは、ちょっと本編見てもらったらいいかなと思うので、リンクとかね、ちょっと飛べるようにしとこうかなと思うんですけど、うんはい、ちょっと今回はですね、一番ヒロシがしっかり映ってて、くまこが見やすかったところを、ちょっとスクリーンショットで、うん、撮ってますので、それを皆さんにちょっとお見せしようと思います、ねはい。じゃあいきますよ。こちらがヒロシ初登場回のスクリーンショットでございます。はい、いやー。誰やねん、七代。いやー。やめろ。やめろや誰やねん懐かしい言うな懐かしいっすね髪があるとは言うな懐かしいてかこのコートどこやったんだろう自分なんでえ今着てないんだいやなんかね多分あるとは思うんだけどさ、はい、なんかさコート12着ぐらいあって持ちすぎそうそうそうなんか整理そう整理した記憶あるんだよねなんかこれ、うん、着回してたら冬終わるぜとか思ってあ、はい、確かにねそうそうそう12着あったら希望はすないじゃんめちゃくちゃ面白いなでもくまこさん変わんないっすね。なんかあ本当、うん、この時私多分撮影してたそうそうそう。カメラマンだった。そっか。これ雨の市あれだわ。そうそうそう。加入前の。そう。撮影か。裏方してた。裏方の人でしたよ。じゃあヒロシ初登場会の時いたのか。いたよいたよ。で多分僕。あら。初対面だったよね。そう初対面でしたこの時。そうじゃん。まさかその後このねね出演するようになると誰も思ってねえ。だからでもくまこさんなんかさお洋服の趣味とかもこうなんか。こうファビュラスな感じが変わらない、うん、変わらないね、うん、変わらないねファビュラスな感じファビュラスですよじゃあファビュラスクマコそうファビュラスクマコが変わらない変わらないはい他のデブは他のデブはなんでやめろっていやそれあのねデブと思ってないいやなちょっと太りすぎたんだちょっと、うん、そうだまず、あ、まず太りすぎた、うん、まず太りすぎたし髪消えたし、うん、消えたね服装変わりすぎてるしそうそうそうだねシンプルだね、じゃあ誰どうしたんでしょうねどうしたんだマジでこの数年間でもカービーこの頃は
カービィ好きじゃなかった。カービィはこの頃はまだそこまでで、あ、そうなんだ。全然だこの頃は本当に普通のなんかおじさんっていうか、うん、まあ年相応じゃないけど、まあ、格好はこの3年前だと見るとさ、これちょっとまだお兄さんと呼べなくはない。全然まあ そこら辺にいそうなと言ったらあれですけど、うん、めっちゃ老けたくない？大丈夫？いや、老けてはない。そうでもない。老けてはない。なんかイメージが変わったらしい。そうだね。桃色になった。桃色になった。イメージカラー、イエローから桃色になったみたいな。そうだね。ああ、そう。あ、でも確かにそうですわ。ね、うん、そう、そうか。はい。いやちょっとでも盛り上がっちゃいましたけど、盛り上がっちゃいましたけどね、皆さんもねきっとね今画面の中で同じ尺で盛り上がってると思いますそうだね、嫌だとか言ってそうだ、ん、多分みんな多分スンなってるよ、早く次進んでくれないかなで、あのちょっとそろそろ出先行きたいんですけど、はいはい、問題はですね、これ今2人の間にね、うん、実はこれヒロシが、うん、こうなんかこういう感じでね、ヤンキー座りみたいな感じで座ってるんですよ。そう、なんかね、寝たり寝そべったりヤンキー座りを繰り返してたんだけど、僕めんどくさくてそこ説明はしょってるシーンだと思うんですよ、うん、そうなんかね、ヒロシがこの頃は全然ね、もう覚えてるか知らんけど、うん、あのヒロシが全然なんかその通りになってくれなくて、そんなことないって言ってるのなってくれなくて、そうだから言ったのになんかどっか行っちゃうとかめちゃくちゃ多くて、この頃って撮影超大変だったんですよ。でその時にはなんとかなんか、じゃここで飲むのみたいな、じゃ俺ここ知るわみたいな感じで座ってくれた瞬間、その時のまあスクショなんですけど、どうすか今これ見て、あれね、すっごいびっくりしたことがあるんだけど、肌ツヤが良くなってる今の方が、今がえベンジャミンバトン、うん、ベンジャミンバトンや、ね、すげえ ベンジャミンヒロシみたいになってる、ストレートすぎる何のひねりもなかったえ待って、亡くなってるじゃん、幽霊じゃん、死んでるじゃん、もしかしてさ、死んでからちょっとずつさ、なんか若返ってったりとかしてさ、本当にベンジャミンバトンみたいな、死んだ瞬間にこうやってなってくるとか、それからもさ、なんか霊界界隈 の免税して通ってたとか、どこにあんの？あるんだ。ヒゲの脱毛みたいな。え、はいはいはい、霊界にメンズエステあるの？美容に気を使った。言ってないって。なんか本当に言ってるのを隠してるっぽく見えちゃう。言ってないって。美容の仕方は言ってる人だよ。でもさすがにね、言ってないとして、うん、どうすか？ちょっともうちょっと細かく見てみて。ちょっと見てほしい。待ちます待ちます。はいはい。どうすか？いや、あ、でもやっぱなんか、この頃はザ休日のおじやんって、おじやんだっておじさんみたいなおじさんね、おじさんみたいな感じだったんだけど、うん、今は あれかな、なんかテレビに出てることを意識し始めてから変わったのかな、中身が。テレビとこの YouTube ね、はいはいはい、そうかなとか言ってるけど、多分若干なんか意識をしてる感じがする。あ、えってことは、まあ、若返ったってわけでも、あのなんか具体的なところは変わってないんだけど、あの全体像としては変わってないんだけど、あのそのシワの感じとか、なんか生き生きしてるのか、ちょっと肌ツヤがプルンプルンプルン なんか感じがする。あのニベア塗りたくった後の人みたいな、それちょっと別じゃん、それテカテカやん確かにギトギトテカテカ、あ、でもそうってことはさ、まあ、ちょっと今若干ね、なんか変わったのかなと思ったけど、よくよく聞くと変わってるわけではなくってことか、あ、そう、なんか全体的なところは変わってないんだけど、なんか髪の毛とかもボサボサだったのが、なんかあの心のヘアトリートメントしてるのか分かんないんだけど、心のヘアトリートメント、なんかいい言葉です、心なのか部屋なのかどっちなんだ確かにヘアトリートメントしてるのか分かんないけど、なんかそのちょっと小綺麗になった感じする、うん、ああそうなんだ、なんだろうね、 YouTube 出るようになったから、多分この頃出たてほやほやじゃん、そうだね、初めて、そうだね、でだんだん慣れてきてヒーローシーヒーローシーってあの視聴者がなってきたあたりから、うん、もしかしたらちょっと意識変わったのかもしれないそうか、人気にこうね、比例して綺麗になっていく、ちょっと垢抜けしたってこと、うん、そう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 、そうだわ、おもろそれ、すごい YouTube デビューした人みたいな、なんかその、うん、その何だろう方向だと思ってなかったから、確かにもっとパッキリさ、なんかその老けたとか、うん、若返ったとか、もしくは何も全く変化なしとかどれかかなと思ったんだけど、うん、ちょっと小綺麗になったっていうまさかの結論すぎて、すげえ腹立つんだけど、元からだよとか元からってことに勝手にしてくるっていう、記憶の改ざんがすごい、めちゃくちゃおもろいな、こっちで熊子さん見えてるのに言ってくるっていう、うんうん、ヒロシはさ、でも どうなの、なんかやった覚えとかある、うん、でもね、自分で気をつけたところとかあるのかしら、そうそうそう、うん、なんかあ、やった覚えは
ないけど、うん、あでもそうだね、言うこと聞き出してからっていうか、なんかテレビとしての意識はするようになったって言ってるから、うんうん、から多分そこでなんとなく自分でも気づかない変化があったんじゃない？じゃあ、うん、なるほどね、うん、だからヒロシは幽霊なわけだけど、その幽霊側の意識の変化に伴って、うん、ちょっとスキンケア的なのがはなんかこう、ね、なんかあのここ心のメンズエステ言ってるのか心の出しすぎやん確かにでも要するに自然となんかその肌ツヤが良くなったっていうのはあるかな、うん、意識の問題で、でも確かになんか意識的にさ、こうやろうと思ってる人って大概おしゃれだったりしてたなと思って、あいつまでの人心構えがあると、そう確かに確かに寄り添ってくる、それはそうだと思う、ない人とある人の差はすごい激しいなとはなんか冬でインタビューとかしててちょっと思ったから、あ確かに、うん、なんかそれがもろ影響されてる人なんじゃないかなって思って、うんうん、心構えのままにままにちょっとね、うん、あの売れてきた俳優さんみたいな、そうだね、そう、うん、メイクさんが一人一人ずつにつくみたいな、ね、そうそうそう、あれじゃないですか、芸能人の方とか、うん、芸人さんなんてよくあるじゃないですか、うん、あるね、ね、もう何もない人は自分でスキンケアとかやるしかないけど、うん、ね、なんか本当にちょっと売れっ子になってくると本当にメイクさんが、うん、メイクさん入りますって感じで、うん、ね、大丈夫になるじゃないですか、うん、あれ不思議ですよね、なんで垢抜けるのか ね、 ね、人気になると、でもやっぱり まず意識するじゃん、うん、だからもう本当にまさしく広瀬と同じで、うん、今の広瀬だ、そう出てることに対して意識するし、うん、でかつ多分かけるお金とかもそこにかけるようになるじゃん、うん、まあ、稼ぎが増えたりとかも、ね、するかもしれないし、まあ、広瀬の場合お金かけるはないけど多分その意識がまんま反映されてる可能性が、うんうん、ね、それってすごいよな、でもそれすごいよね、絶対ビフォーアフター変わらないかと思ってビフォービフォーになったかと思ってたんで変わらずで、ね、おっさん何も変わってないんですよ、何も変わってない、思ったらちょっと若返った、そう、面白い、これ意外だったわ、そうだね、意外だった、どこにオチがつくのかって気になってたんだけど、うんうんうん、そうくるかっていう、確かにずっとライズアップのビフォーはデーってデーってデーってこうやって回ってる、ずっと回ってるだけだったデーってデーってやだよアフターの音は絶対ならないみたいなただ回ってる、回ってるおっさんこうやってデーってデーってビフォーライザービフォーデーって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 ってならないの絶対やだなそれでもすごいな、うん、でもヒロシの中ではその意識したっていうことぐらいの自覚はあるってことか、うん、俺はテレビ出てるしなみたいな感じ、うん、あなるほどね、でそれで、うん、なんか関係あるかどうかわかんないけど、うん、あのみんなのことを意識し始めたからかもしれないみたいな、うん、みんなみんなのこと、うん、あとそのテレビの向こう側の人、ああ先の視聴者の方、はい、応援してくれる皆さんのことをヒロシは考えてると、うんうん、みんなが俺のこと見てると、うんうん、って言ったらなんか、わかんないけど、プロになっちゃったみたいな、みたいな感じだから、たぶん、ちょっとしゃべる、ちょっと勘に触る感じ、ね、まあまあ、まあまあ、ええけどです、ね、うん、ね、ええけどな、うん、もう別におじさんが福山雅治になったとか、そういう話ではまあまあまあ、そうね、うん、まあね、もう福山雅治もさ、若い頃より今の方がなんかイケメンじゃないあるよね、そういうのだけ確かにああいうのあるよね、あれなんだろう、違う、ありがとうって言うな、違う、違う、違う、福山雅治じゃない全然違う。すげえよ。マシャを名乗るな。びっくりした今。びっくりしたな。びっくりした今。ありがとうって言われたの。すげえな。めちゃくちゃおもろいな。いいな。いや乗っ取りダメよ。乗っ取りね。うん、そうですよ。ダメですよ。うん、ね、戸籍乗っ取りダメですよ。はい。マサハルだと思ってらっしゃる。もしかして。やばいやつよ。うん、おー思ってないけど。思ってそうやな。なんで動揺するんだよ。でも面白いね。確かに。もしかするとさ、うん、これ別にヒロシに希望を持たせるわけじゃないけどさ。うん、まあ、言ってしまうと、もうちゃんと 見られてるし、うん、俺は見られるような仕事やってるんだから、ちゃんとしなきゃっていう気持ちがふって入った瞬間に、まあ、気がついたら、うん、特にクマ子もいきなり気づいたわけじゃないと、うんうん、まあ、肌一見レベルで、確かに肌ツヤいいよね、うん、みたいな。っていうのはあると思うけど、うんうん、それがどんどん行き過ぎていくと、マシャになってくるんじゃない。なっていくのかね、なっていくのかな。なんか俺は福山雅治だと。やだ、言い続けてたらあんちゃん、あんちゃんって言ってんの、あんちゃん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 、怖いよ、やだみんな怒られる、怖い怖いし怒られる、可能性でもじゃないのって、あのちょっと笑っちゃうけどやだ、うん、ちょっと思ってしまったわ、
いやなんかやだ。でもさ、前になんか巫女だと思ってたけど結局レスラーっぽかった人とかいたじゃん。いたね、うん、レスラー巫女だっけ、あのフィルレインタビューそうそうそう、新橋巫女レスラー、巫女レスラーだね。見てない人よかったら見てください、ね、そう見てください、うん、とかはさ、巫女だと思ってるけど結局巫女ではないんでしょ、うん、そうそうだね、確かにそうね。だからまあコスプレ、福山雅治のコスプレをしてる人になるかもしれない。そういうことだよね。だから限界はもしかしたらあるかもしれないけど。限界値がね、もしかしたらね、うん。髪型とかだけちょっと福山になってるけど、うん、なんか雰囲気福山みたいな、うんうん、になるだけで終わるかもしれない。そっくりさんにはなれる。なれないよね。そうね。口癖が実に面白いだったら嫌だね。いや、実に面白い。これね、嫌だ。ガリヒロって呼ぶ。ガリヒロやばい。ガリヒロやばい。ガリヒロ。ガーリックチャーハンとかね。なんかする感じ。やだよ。食欲湧く感じ。ちょっとでもね、近づける可能性があるんだったら、うん、ヒロシにはちょっとね、今後もまたね、うん、って俺は福山だっていう気持ちを持ってね、うん、あの撮影臨んでいただいたら、うん、もしかすると、あのヒロシの顔ファンって見えないかもしれないですけど、はい、あの顔ファンが出てくるかもしれないっていうね、うんうん、あの、あの、頑張って。頑張ってほしい。もっと、もっとイケメン、もっともっとなれるかもしれない、ね、うん。今も十分イケメンだけどね、もっとなれるかもしれないね、うん、ちょっと。うん、やるわって。おやる気った。やる気をね、出してくれました。いいね。いいことですよ。いい感じでございますけど、うん。ちなみにちょっとだけ気になったんだけど、他に変化ってない？そうだね、小じわとかがちょっとね、あの、うん、肌つやよくなったみたいな。お洋服とかさ。あ、そういう服とか髪型とか、うんうん。なんかさ、同じ服を着てるはずなんだけど、うん、同じ服を着てるはずなんだけど、あの毛玉がなくなったというか。何綺麗だった？なんか本当に部屋着してる、あのヨレヨレっとした部屋着。そうだよね、もともとスウェットとか、あ、そう、スラックスとか、まあ、普通に、うん、あの日曜日のお父さんだったんだけど、うん、なんか同じポロシャツを着ててもなんかちょっと襟がパリッとしてるみたいな。おお、ちょっとなんか服の質が良くなったというか、うん、新しいものにちゃんと着替えてる感じ。あれなのかな、心のクリーニングやったのかな、ね、心のクリーニング知らん、何心のシリーズよくわかんないけど、あのコインランドリーとか、なんかね、はいはい、霊界のコインランドリーみたいなで服をね、浄化してね、霊界でもコイン取られる、はい、パリッとしてる。確かに、ちょっと待って、霊界でもコイン取られる、確かにその通りすぎる。いくらなんだろうね、6本線かもしれない。チャリン、どうなんだろうね、うん、なんかあの乾燥機も全部月でなんか1000円ぐらいとかするのかな。結構な値段ね、結構値段がしちゃうかもしれないですね、都内のね、月決めなんだ。かかっちゃうかもしれない、ね、かかってる。でもそういうちょっとその見た目というか服とかの変化もちょっとあるんだ、うん、多分なんか同じものを着てるつもりだろうけど、うん、なんか新品感が増したというか、うんうん、でもなんかやっぱり部屋着は部屋着なんだよね、なんか僕が見てるやつ、うん、で多分今もちょっと言うたらあれなんだけどちょっと汚らしいんだけど、あ、そうなんだ、あの毛玉があったりとかして、はいはい、でもこの動画見てる感じだともっとあれだったから、あ、だから熊本的にはまあそれでもまだね、よれたね、うん、あのちょっとおじちゃんって感じには感じてるけど、そうそう、ここの時と比べたらもっと垢抜けてる感じはあると、うんうん、なんかこの時と比べると今スーツ着たらもっとパリッとしてんだろうなと思った。今スーツじゃないんだけど、うん、前知ってるスーツ姿は本当にヨレッとしたなんかあの新橋に転がってそうな、うん、まあ言ってたね、うん、そういえば、はいはい、酔っ払いみたいな感じ、そうそうそう、ヨレヨレのもうアイロンも当たってないやつね、そう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 、うん、だったんだけど、今だったら多分パリッとしてんじゃないかなって。おお、すごい、着替えられてるとかする、うん、ちょっと今 スーツ着てみて。着れるのこれ、嫌だよ恥ずかしいっつって言ってるけど、いいよ、あ、今ね、じわ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 ってスーツに変わってる。どういうこと、そういう変わり方するの、じわじわメイクアップ。そうだね、アハ体験、これもアハ体験だけど、セーラームーンみたいな感じで、確かにバーンって弾けてシュッてこうなるような、うん、じわじわ変わるんだ、うん、ちょっとそれが気になりすぎても、確かにそっち気になっちゃったけど、で今スーツになってくれたんだけど、うん、あ、でもやっぱ違うね、あ、そうなんだ、ちゃんとしてる感じ、そう、ちゃんとしてる、ヨレヨレじゃなくて、え、いいじゃん、かっこいいじゃん、そのスーツのまま、スーツいいよね、え、てかスーツのままでさ、あれトンネルの女の子に行ったら多分見る目変わるんじゃん、確かに、うん、ね、そうね、うん、モテるかなって言ってるけど、うん、どうしよう、うん、どうすればいい、モテるって書く、なんかそういう風に言っちゃうと、うん、モテる、モテない、モテない、モテないに言ってるの、ほぼ言い切ってるから、ね、モテる、まあ、モテるかもしれないじゃん、うん、ね、いや、いいと思うよ、ね、服装とか花束とか持っちゃって、あ、でもダメだ、いいじゃん、スーツの時の記憶がないからシュって普通にダメだ、短かった、スーツ力がない、スーツ力ってなんだ、スーツ着
てなかったから最近なるほど、ね、忘れかけてる。そうかそうか、イマジネーションの力だな。そう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 、なんかの何かをこうイマジネーションするなんか能力の持ち主みたいな、うん、確かに能力少年漫画出てきて、ね、そんな疲れるんだったらいいよ、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってそんなことあるめちゃくちゃ体力消耗してる、うん、どういうこと、ね、HP 半分ぐらい減ってる感じになってる、大丈夫か、はぁ、あ、みたいな、うん、まあまあ、うん、普通に着れるんだったらいいけどね、うん、継続して着れるんだったら ね、うん、パリッとしたスーツ着て、ね、花束みたいなの持ってみたいな、まあね、君を迎えに来たよみたいな言ったらいいじゃないですか、うん、別に今着たくないもん着せるからって今怒られてるんだけどそういうあれなのか、うん、めちゃぶりだったもん、めちゃぶりだったかもしれないですね、うん、はいはい、ごめんなさい、でも面白いな、めちゃくちゃ。ね、そうか、ちょっと垢抜けくらいの変化はいろんな面であるんだよ、うんね、うん、これ、いやこれまさかすぎだと言ってしまうと、だってさ我々と近いんだよ、だから生きてる人間と、そうだよね、近いよね、だそれが、まあ、もちろんね、うん、まあ、芸能の仕事って言い過ぎだけど、うん、YouTube に、ね、出る、まあ、テレビだと思ってると思うけど、テレビに出るっていうことを意識してやってったら、順当に生きてる人間でも垢抜けしていくじゃないですか、うんね、もちろんその、ね、タレントさんとか芸人さんとか、ね、あの俳優さんとかもみんなちょっとずつ垢抜けしていくじゃないですか、やっぱりそれと同じことがただ広志の身にも起こってるっていう感じですよね、うんうん、これ面白いな、ね、そうだね、まあ、ビフォービフォーじゃなくてよかったよ、本当、うん、そうだね、変わってないけど一番何も変わってないかなって思ったけど、正直そうだ、うん、5分で終わるよ、それそうだね、確かに、はい、終わり、変わってないです、以上です、お疲れ様でした、またね、いってらっしゃいライザップの音で終わる、流れるよ、変わってない音でねそうだな、確かに、うん、いやまあでも良かったわ、そういうの、うん、そうですね、いやでもこれ結構面白い発見なような気がするけどね、うん、確かにね、そのね、写真とかに比較するってやってこなかったから、うん、これまたね、七代家が長く続いてったら、うん、またヒロシがまたね、どんだけ変わるかっていうのはね、うん、分かるかもしれないし、果たして福山雅治になれるのだろうかって、うん、目指せ、目指す、げー長い時間かかる企画やったね目指せ福山雅治への道みたいな来年白衣着てるかもしれない形から入る、そこから入るねそっちから入る、いや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 ね、うん、はい、動画の途中で失礼いたします、海南市七代でございます。ちょっと告知をさせていただきたくてですね、来たる2024年11月4日にですね、愛知県は南知多で海南ライブをやりますというね、告知でございまして、七代家のねメンバーが来るわけじゃないんですけども、私個人ですね、七代が10話ほど階段を披露してっていう、まあそんな感じの回なんですけども、私海南市七代は大事にしていることが一つありまして、それがあの友達のように人付き合いをするってねっていう感じでございまして、ファンの方たちと交流できる場も設けようと思っております。今回南知多はですね、ちょっと特別にですね、夜の特別ライブというものもございますと、波打ち際でね、星もめちゃめちゃ綺麗、焚き火もできるっていうね、すげえいいスポットでやりますので、夜遅くにですねお酒を飲みながら怪談を語るみたいなね、そんなこともやっていこうと思っておりますので、もしね怪談ライブ来たことないよって方でも、ご興味がある方でしたら、よかったら予約の方よろしくお願いいたします。お会いできるのお待ちしております。それでは失礼いたしました。はい、というわけでございましてね、今回は、まあ、ヒロシの、ね、初登場回のスクリーンショットと、うん、そして今現在のヒロシを見比べてですね、どんな変化があったのかとね、そしてそれに伴って幽霊は、ね、死後年を取るのかとね、うん、いうのを確認していたわけでございますけども、うん、まあ、結論を言いますと、まあ、年を取ってるのか分からんけど、うん、なんかその、まあ、時間の経過というかね、意識の変化に伴い、そして時間の経過とともに、まあ、ちょっとした変化ですね、生きてる人間と同じような変化ですね、は起こってそうという、うん、ね、ちょっと小切れになってるってね、ヒロシの場合は、うん、ってことが起こってそうなので、でももしかすると他の幽霊たちの場合だったりすると、まあ、そういう出たりとかね、する意識がなかったりしたら、ちょっと老けてる人もいるかもしれない、うん、そう、なんかちょっとくたびれてるとか、ね、あのちょっとなんか無頓着になったみたいなあるかもしれないので、ちょっと今後もね、まあ、継続して幽霊と付き合うってことが出てきたりとかしたら、うん、まあ、ちょっとねビフォーアフターを、ね、ちょっと見てみていきたいなというふうに思いました、はいはい、というわけでございまして、今回の面白いと思ったので、ね、いいねボタンお願いします。お願いします。そしてまあ考察とかも含めてね、ぜひねよかったらコメント欄にね、いろいろ感想を書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。お願いします。それじゃまたね。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。我々も痩せて痩せてーなここに痩せたい人しかいないんだよ、うん、そうだな、ね、みんな痩せたいってのみんな痩せて、昼なんておからなんて食べちゃったんだよ。そうね、まあ、全力でダイエットやってますから、ね、私も実はね、うん、
頑張ってますよ、若返ろうみんなで、ヒロシに負けじと、ね、ヒロシが一番若返ってる説あるから、ね、やばいやばい、負けないで頑張ろう、なんで透けてるおじさんに負けなきゃいけないの、確かに確かにですね、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、虚無に負けた